20日港区にある市民水田で市民たちが田植えをしました。この市民水田は手作業で田植えから収穫までを体験することで農業への関心を深めてもらいたいと行われています。14回目となる今年は一般公募で集まった市民とボランティア合わせておよそ270人が参加しました。田植えには地元農家の人たちが協力し、2、3束ほどの苗を均等に並べて植えていくこと、根元を泥の中にしっかりと押し込むなどのアドバイスをしました。上手。参加した人の半分以上は田植えが初めてだったということで、慣れないぬかるみや苗を植える姿勢に苦労しながらも、青空の下、手作業で植える楽しさを体感していました。足の跡があって、そこにあのね、なんていうの、入れるとなんかふわふわ浮いちゃう。それがなんか難しかった。今年で3回目で初めて最後まで自分たちでできたんですよ。だから感動しました。小さい頃は見慣れた光景ですけど、今はちょっと見れないので楽しかったです。